ルールどこにあるのルール。ルールルールどここれか。いや、出るでしょ。さす、俺はもう、いじるも出ますよ、この大会は。いじるも出ます。これね、新ルールね。新ルール。ホームウェイジゼウォンダー。なんかあれよね、ホームは、えっ、ー、と、もうあの、何あの、ね、ずっとやれるっていう。で、それ以外に、 あの、112? 要するに先方先方、先方中堅が A チーム勝って B チームが対象勝った時の20点同士だったら、なんかそのエキストラステージ延長戦があって、それが勝った方が5点もらえる。これね、実はね、これちょっと怪しいんじゃないかなと思う、このルール。なぜ怪しいでしょうなんで怪しいでしょうまあこれは、ね、やっぱね、ゲーム、 高齢ゲーマーからするとね、まず速攻出たね。本来は40点のはずなのに45点になっちゃうんですね。だから、周りが損すんだよ。毎回、普通さ、22になったらさ、こう盛り上がるべきじゃん。でなくて、これ、絶対にその、延長戦だとしくないんだよね。その、第三者チームからすると。だって、5点が増えちゃうの。 5点増えちゃうだから、やばいんだよね。そう、そんな、本来なかったはずのポイントが、これによることによって増えちゃうから。けどさ、これ、実質、うん、そうだよな。マイナー5が良かった。あの、点数が変わんない方がいいよね。40点から。40点から動かない方がいいと思う。その、あ、イガさんありがとうございます。だって俺、なってほしくないもん。エクエストラ。エクストラの、エキストラが発生した瞬間、そうっすね。 発生した瞬間に損する。まあけど、まあやってみるといい,い,いのかなとかあんのかもしんないね。